ダラス・ラブフィールド空港は、アメリカが衆中国のテキサス州ダラスにある空港。この空港は、ダラス・フォートワース国際空港が開港するまでは、ダラスへの玄関口であった。現在は格安航空会社大手、サウスウエスト航空の拠点となっている。ラブフィールドは1917年に、軍用空港として開設された。この年はアメリカが第一次世界大戦に参戦した。 都市で陸軍は大量のパイロットを必要としていた。養成所となる飛行場は全国各地に計画されたが、ダラスは雨が少なく訓練に適しているため先行して開設された。飛行場の名称は1913年に事故死した陸軍パイロットモスウェルラブから来ている。しかし、戦争は1918年に終結してしまったため、飛行場は 余剰となった。陸軍は基地の規模を縮小し、最小限の兵員で設備を維持していたが、敷地の一部は農地に転用されたりした。1928年、ダラス市は基地を陸軍から買い取り、市営飛行場として使える、要塞整備した。1932年には滑走路が舗装された。第二次世界大戦中は再び陸軍の航空隊が、 飛行場を使用した。ラブフィールドは1974年にダラスフォートワース国際空港が開港するまでダラス市の主力空港として機能した。1963年11月22日ジョン F ・ケネディ大統領がエアフォースワンでラブフィールドに到着し、笑顔でターマックに降り立った大統領とピンクのスーツ姿のジャクリーン・ケネディ夫人は バラの花束で歓迎を受けた。しかしその直後自動車パレードで市内のダラストレードマートへ向かう途中空港到着後1時間も市内内にディーリープラザで同大統領は銃撃されその後パークランド記念病院で死亡が確認された。同大統領の意外はエアフォースワンが中期していたラブフィールドに運ばれ機中に安置された。同期は 首都のワシントン DC へ向かう予定で、機内では副大統領だったリンドン・ジョンソンが、次期大統領として、離陸前に大統領先生を行い、その先生には夫を失ったばかりのジャクリーン夫人も、立ち会った。同空港に降り立った時と同じピンクのスーツ姿で、あったが、地にまみれたままの様子は後世まで人々の記憶に、強い印象を残した。同空港では、 かつて新交通システムとして、懸垂式、モノレール、ジェットレールが1970年から1974年まで運行されていた。ありがとうございます。